ボビー・ウーマックは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、ギタリスト、ソウル、ファンクの分野で活動。2009年、ロックの殿堂入りを果たした、オハイオ州クリーブランド出身。兄弟たちと共に、ウーマック・ブラザーズというゴスペルグループで活動していた、頃、サム・クックに認められ、サムが主催するレーベル、SAR レコーズと契約。ウーマック・ブラザーズ名義のシングル、 サムバディー、エスロングはヒットしなかったが、バレンティノスと解明すると、1962年のシングル、ルッキン・フォー・アラブがヒット。1964年のシングル、イッツ・オール・オーバーナウ・ナワはローリング・ストーンズによるカバーバージョンが全英1位のヒットを記録したほか、ロッド・スチュワート等にもカバーされた。また、サム・クックのライブでもギターを弾く。 1964年12月にサム・クックが射殺されると、ボビーはソロ活動やセッションギタリストとしての活動を開始。ウィルソン・ピケットへの楽曲提供等を経て、1968年ソロ名義では初となるスタジオアルバムフライミートゥ・ザ・ムーン発表。1970年にはガボール・ザ・ボのアルバムハイ・コントラストに参加し、後に ジョージ・ベンソンのカバーで有名になる楽曲、ブリージンを提供。同年、ジャニス・ジョプリンのアルバム、パールでアコースティックギターを演奏。スライザ・ファミリー・ストーンのアルバム、ボードでもギターを担当。1972年のシングル、ウーマンズ・ガッタ・ハブ・イットは、ビルボード氏の R&B チャートで1位を獲得。同年、映画、110番街交差点の、 サウンドトラックを JJ ジョンソンと共に制作。同作の主題歌、110番街交差点は、ボビーが歌も担当し、1997年公開の映画、ジャッキー・ブラウンでも使用された。1974年には、バレンティノス時代のヒット曲のセルフカバー、ルッキン・ホー・アラブも R&B チャートで1位となる。1975年、ロンウッドのソロアルバム、 Now Look o r n と共同プロデュースし、ギターや、ボーカルも担当。1981年のシングル、If You t h i n k You Are Lonely Now は、R&B チャート3位のヒットとなる。マライア・キャリーが2005年に、大ヒットさせた、We Belong Together の歌詞には、If You t h i n k You Are Lonely Now のタイトルが、織り込まれており、ボビーの名もソングライターの一人としてクレジットされた。1984年のシングル、 ラブハズファイナリー・カム・アット・ラストでは、パティラベルとデュエット。また、ローリング・ストーンズのアルバム、ダーティ・ワークにゲスト参加。ザ・ポエット、ザ・ポエット2、サムデイ・ウィール・オール・ビー・イ・フリーの80年代前半の3枚のアルバムは、ポエット3部作と呼ばれ、彼の作品の中でも特に評価、人気が高い。1994年のスタジオアルバム、リザレクションには、キース・リチャーズ、ロン・ウッド、 チャーリー・ワッツ、スティービー・ワンダー、ロッド・スチュワート等がゲスト参加。2012年には18年ぶりのスタジオアルバム、ザ・ブレイ・ベスト・マン・イン・ザ・ユニバースをリリース。デーモン・アルバーンとリチャード・ラッセルとの共同プロデュース。2014年6月27日に死去した。70歳没。ありがとうございます。